どうも、バイクのローゼの深夜です。仕事ね、クビになったんで泥遊びしてきます。辛いよね、前日にさ、いきなり明日ナイス仕事って。嘘でしょ、スケジュール開けてたんですけどみたいな。いや、まあクビっていうかさ、まあフリーランスだから、まあよくありますよ。はい、撮影の仕事とかでさ、この日行きますか、大丈夫ですってスケジュール開けといて、前日とかさ、ごめんなさい明日やっぱないっすって、やっぱないっすじゃないよっていう。いや、まあしょうがないよ、しょうがない、だってないんだもん。ないのに行ってもしょうがないじゃんってのはわかるよ。去年とかだったらね、じゃあまあしょうがないから家で別の仕事すっかっていう感じであんまり遊び行かなかったんですけど、なんかもう今年っていうか、もう今日はね、もうしょうがないよねっていう。明日の仕事の準備もあるんですよ。あるんですけど、もう行っかなと思って、いや、よくないけど、まあとりあえず帰ってやろうっていう。まあまあそんなことね、言ってもしょうがないから、はい、とりあえず今日はちょっと遊んでやろうと思って。あ、怖い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 。とりあえずどこ行こうね。こんなとこあったっけ。それすら覚えてないっていう気持ち。あ、誰もいないじゃん、ラッキー、イエイ。雨でやっぱり水がむちゃくちゃ溜まってさ、この雨ではこっち行けなかったんですよね。で、ここちょっと見てみたいよね、どんな感じなのか。はい、おーおーおお。わーおー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 おー、あ、面白っ。いいおー、気持ちいい気持ちいい。怖い。いけるって分かっててもやっぱちょっと怖いぞ。あー、かかかかかかか。おお、危ねえ。ライン取りを完全にミスった。そうなんですよね。だからライン取りとかもなんかまだよく分かってないんで、ああ、勉強しなきゃなと思いながらも、怖えと思って。あ、来た来た、来た来た、これは。あ、結構水流れてるね。ここ怖えんだよな。おい、よいしょはい、久しぶりに来たらまあまあ怖いぞ。うん、釣り人がいますね。はい、よいしょ。さっきのね、ここ来てみたんですけど、ちょっと砂っぽい感じがする。あ砂場走ってみたいと思ったけど、結構あれだな。わー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 、はいはい、むずっ。どうやったらこれ上手になるの、マジで。おっとっとっと、よいしょ。よいしょ。うん、まあ一回行ってしまえばね。こっちはなんだ、わ、結構ハード、お、きっつい。マジ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 。もう何この道、やばいって。やっぱ狭い空間で短時間で遊ぶっていうのはもうオフは最適かもしれん。何ここ、マジで。なんかね、車で行けるルートがあった気がするんですよね、あっちは。あ、あったあった、そう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 、ここね。こんなんなっててさ、あそことか行っていいかわかんないじゃん。確か行けたんですよ。行けたけど怖いよね。確か行けたはずなんだけど、ちょっと行ってみっか。こけたら泣くしかないよね。大丈夫かな。
あ、いけたいけた。オッケーオッケー。ミスったかな。はい、やっちゃったね。はあ、よいしょ。初めてこかした。よいしょよいしょ。まあ大丈夫。転ぶときにこのカエルがいるなっていうぐらいは余裕があったけど、初転びっすね。ああ、ステッカーか。ああ、まあしょうがないか。そもそもさ、こっちって帰ってこれんの？ね、行ったはいいけど帰れない的な。まあ多分ここ平気だと思うけどね。なんかちょっとショックだな。あー、ぬるぬるしてんじゃん、ここ。こっからどうやって帰ればいいんだろう。ああ、そう。これ無理だね、バイクは。ここで U ターンして、また来た道を戻るしかないよね。こっちは危ない。こっち。こっちこっち。さあ、行けるか？行けるかってか、行けなかったらもう帰れねえもんな。ああ、いける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 いけたー。あ、砂砂砂砂。おっしゃー。なにこれ、マジ。なにこれ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。すごいな、バイク1台だけ通れ、あ、ここまで車が、あ、なにここめちゃくちゃじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。おいしょ。こっち。オッケー。出口は見えてるはずなのに出られないんですけど。出られねえじゃん。あったあった、よっしゃ。はいはい、疲れました。私はもう疲れましたよ。オフ車すごいよね。転んでもなんかめげないというか。まあめげないって言ったらあれですけど、転んでもなんか走行不能にならないっていう、まあなりにくいか。もうちょっとでも初動けだったな。ちょっとびっくりしたわ。おー、すごい。あ、広いね。めちゃめちゃ広いじゃん。へー。まあバイク的にはあんまりいい道ではないです。まあいや、まあそもそもオフだしな。ここは？おお。うわ、砂場だ。はい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 。面白っ。おっと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 。ああ危ない。おお、フロントはズリズリ滑るよ。このまっすぐ進まない感じがたまんないよね。いや、オフってその曲がるとき、なんていうの、サーキットとか普通のロードと逆じゃないですか。前ら辺に座って、コーナーの反対側にお尻を落として、内側の足を出すみたいな。で、教わったは教わったんですけど、なんかわからん。教わった気はするけど、じゃあ実践ですぐできるかつはできないよね、あんなの。猿ヶ島を入って左の方向でずっと行ったところ、まあ奥というのかな、もうあっちがね、あの岸壁というかそちらの立ち入り禁止なんですけど、そこにね、オフの上手い人たちが遊んでたとこ、そこが空いてたんで遊んでみたんですよ。めっちゃむずい。全然前に進まないっていうか、まっすぐ進まんじゃんと思って、てかこの砂利もやばくねっていう。さっきの人たちめちゃめちゃ上手じゃん。いや、まさか砂とは思ってなかったっすよ。マジでと思って。いや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 、でも、あ。今ちょっと ABS 切ってから走ってる。これ切らなかったらどうなんの？進むのかな？ああ。
ちょっと待って、はい、もうそもそもだってまっすぐ進まんしね。いや、さっきの人たちバリうまいやんと思って、砂場走りてえと思ってたけど、走ったら実際めっちゃむずいんすけど、はい、なんかね、もうこれ走ってるっていうかね、俺この溝にはまってそのまま進んでるみたいな感じ。やばいこれ、めっちゃむずい。むっちゃむずい。何これ。ここ。おお、こっちはちょっとね、あっちより割とふかふかしてる。おっと、はいはい、おあめっちゃ面白いけど、めっちゃ面白いけど、おっとっとっと、今日はね、もう割と満足した。結構遊んだというか、普通のツーリングの2時間とオフ遊びの2時間のね、疲れ方は違う。体力がない。とりあえずね、砂場走ってめちゃめちゃ面白かった。さあ、今日はもうこれで帰ろう。明日の授業の準備をしないと。明日はね、学校の先生をやってきますよ、私は。いやー、楽しかったな、猿ヶ島。よし、それじゃあ、バイバイ。